アップルトンゲートイン向こう上面の左手スタートしました揃いましたさあ綺麗なスタートからまずは先行争いまずは主張しますユーキャンスマイルいや失礼しますがこれはキングオブドラゴンがまずいきますキングオブドラゴンがまずは先手を奪います2番手の位置にすっと今5番のゴースト3番手内1番のダンビュライトがつけていますその後4番手アイアンバローズあとはシルバーソニック追走現在5番手 そしてその外にディープボンド中段の外目そのうちに2番のシロニー間をついた8番のユーキャンスマイルがついそうですさらにこの圏内外からアドマイアールバ位置を上げて間にいるのが10番のマン・オブ・スピリットその後方から当選カンビーナと外9番のマカオン・ドール1番後ろから13番サン・アップルトンが運んでいますまずは1周目34コーナー中間ま間間もなく4コーナーへと出てまいります6番のキング・オブ・ドラゴンが逃げております リードは一馬進半ずっと2番手には5番のゴーストが上がっていますさあ直線正面スタンド前へと各馬が出てまいりますその後ですがダンビライト控えて3番手そして外にはゼッケン7番アイアンバローズ4番手その後3番シルバーソニックディープボンドその外には10番のマンゴブスピリットが付けています馬群の内々に2番のシロニーが追走外8番のユーキャンスマイル同じ勝負服が並んでいますあとは12番のアドマイヤアルバそして ゼッケン9番マカオンドールそしてその後当選完備な後方から2投目最高方から運ぶ3アップルトンです1コーナーカーブし終えてこれから2コーナーへと入るところです逃げています6番のキングオブドラゴンのペース一馬進半のリード残り1400を通過2番手の位置ゴーストがつけています3番手の位置がっちり押さえて7番のアイアンバローズ3番手その後内1番のダンビライトです 外から10番のマンゴブスピリットはその後方後位の一角ち下がなく3番シルバーソニックが追走向こう上面ですアーは下がりましたその外目にディープボンドがつけていますユーキャンスマイル白に固まってさらにその後アドマイヤールはマカオンドールそしてその後方4番の当選カンビーナこれをかわしていった13番のサンアップルトン後方から2度目となってさあ3コーナーカーブ勝負どころ各場が徐々に動いていくか先頭は6番のキングオブドラゴンです リードがまだ2馬身半、2番手、5番のゴーストがつけています。 3番手の位置、7番のアイアンバローズで3、4コーナーの中間地点へとかかりましたシルバーソニック4番手、そしてその後に10番のマンゴブスピリット、そしてディープボンド、さあディープボンドが外まくるように今、現在5番手の一角まで上がってまいりました、さあ第4コーナーカーブ、4コーナーから直線へアイアンバローズキングオブドラゴン、直線コースへ向かいました、黄色い帽子2頭の追い比べ、そして3番手に上がったディープボンド、ディープボンド、3番手に上がって前の2頭に迫る、間をつきましては3番のシルバーソニック。さあ 抜け出しているのは7番のアイアンバローズアイアンバローズそして外からはディープボンドディープボンドかわしました体半分イジマトンリードを取ったアイアンバローズ2番手ディープボンド先頭で五輪ディープボンドここでは負けられません強い競馬を見せました